対する高校一期生ペアの挑戦ですが、上で行くね。どうでした？急にパン強い。ジャンプ一人ではしゃいでんじゃないよ。鈴木奈々と同じ動き。本当だよ。2期生ペアの記録1回を超えられるか。もう空振ったら終わりですからね。やだやだやだ。動きがうるせえ。空振ったさあ、それではミレー加藤ペアの挑戦です。お願いします。絶対できる。これはイーブンでしょ。確かに同じ1ですね、うん、というわけでもう1回ずつ挑戦です。いくよ、せーの。いっぱい、次、はい、次、はい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 、もうテンポよく行こう。はい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 、いくよ、はい、よーい、スタート。1、うん、ということで勝ったのはミレー加藤ペア。お見事。希望通り川田と金村は罰ゲームです。もう罰ゲームだから思い切って言っちゃってよ。罰だからね。何これ。あ、なんかさ、ものすごい上手なアーティストの人でいるよね、こういうの書く人ね。そう、うん、ただただバカな子みたいになってる。これ何書いてんの。目でしょ。目が4つって気持ち悪い。センス怖っ。続いては加藤のリクエスト、メンバーの顔で福笑いをしたい。加藤が顔に選んだメンバーとは、井口と佐々木久美の顔。なんでこの2人の。年上なので怒らなそうだなと思って。ああ、はい。でなんか顔的にも、はい、面白くない。面白くない。失礼じゃない。失礼。違う。もちろんまず加藤自らがチャレンジ。ルールは目隠しをして福笑いに挑戦。できたと思ったら口に水を含み、完成した顔で笑わなければ OK。笑ってしまったら引き続き罰ゲームは顔に炭です。自信はある。 あります。やったことないでしょ。ないです。でも佐々木久美の顔よく見てるんで、ね、なるほど、仲いいしね、はい、仲いいもんな。そうか。この顔を完成させてあげてね。さあ、それでは参りましょうか。いくよ。はい、はい、じゃまずはこれから、うん、もう分かるね、こんなのね。こんな手で形をね、うん、そんな感じだな。そんな感じだね。そこでいいね。はい、はい、じゃあ次これ。なんだろうこれ。毎日見てるわけでしょ、もうね。ありました？ありますよ。え、これ顔にありますか？ありますよ。なんだろう。いや、なんなら一番大事、大事かもしれないね。そしてすべてのパーツを置き終えて、職人みたい。完成しました。はい、できました。果たして加藤の出来栄えは。さあ、それでは目隠しを外して確認してください、どうぞ。ほぼ振り切ったね。正解ご覧ください。残念、佐々木久美の顔がズルンって落ちちゃって、もう喉仏に鼻。いや、だから顔は一応こう顔の位置にできてるんですよね。完璧だと思ってました。思ってた、ね、全体の位置がもう。では勝手に顔を使われた佐々木久美が罰ゲームを執行。これはもうだって自分の顔をね、めちゃくちゃにされてるわけですから。出た。あ、いいね。あ、いいね。あ、いい、いい、かわいいよ。次回からメイクするときそうした方がいいかもしれない。これメイクさんにね、うん、マストでやってもらった方がいいかもしれない。うん、すごいかわいい。あ、じゃあ正面、正面向いて。めっちゃ無理でいいの。正面向いて。あ、見せて見せて。あら、ちょっと鼻の穴が。加藤島三郎さんですね。ね。ほうれい線もきついですね。いいよ。どう？
加藤自分で。あ、遠目の方がリアルですね。そうね、遠目だと本当にそういう人かなと思うよ。本当だ。あ、いいね。はい、じゃあ加藤一言。クミごめん、ありがとう。クミごめん、そしてありがとう。こんだけやられて美味しくしてくれる。いいですね。さあ続いて、誰全然わかんない。誰、あ、あれ加藤か、えぇ、ー、誰これ何、おでこ、おでこ出しで、髪の色も黒くなったね。加藤茶色かったのに。私がたくさんお仕事を教えてあげる。怖っ。加藤はキャリアウーマンです。あ、いや、なんかかっこいい。そっか、アンフェアの篠原涼子さん。なるほどなるほど、そんな感じするわ。東京都出身、20歳の加藤志保です。趣味は電車で人間観察をすることです。番組ではよくファンの皆さんからギャップがあるねと言われるので、そのギャップを披露できるように何事も全力で頑張ります。まあ、加藤氏ですね。加藤氏、うん、あだ名、はい、まあ、変顔がとにかく得意なんですよ。変顔が、うん、変顔がね、はい、ちょっと見てもらうか。いいんですか。特技でやる。え、ダメ、もうちょっとですか。え、まあ、いいよ、だからその自分の、うん、やりましょう。もうちょっと見たい。何でもできます。何でもしばらく見たい。あの、しばらく見せて、ちょっとカトシ。いいね、いいね。春日も、春日も負けじと、春日も負けじと、負けんな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 、カトシも負けんな、カトシも負けんな、負けんな、テレ東出んな、お前なんでだ。なんで変顔して出禁になるんだ。いいだろう、別に。何やりましょう。うん、斉藤京子のお尻を当てるっていうゲームができます。そう、はい、斉藤京子のお尻を当てる。一人ずつね、目の前に連れてくるんで、はい、その触ってもらって、はい、答えてください。普段から触ってるってことは、加藤氏。そうですね、目の前にあるとよく触ってます。やめなさい、そういうこと。まあ仲がいいからね、はい、まあそうね、女子同士だしね、いいでしょう。じゃあ行きましょうか。はい、うん、どうしようかな。まあ似たような感じでも体型の方がいいのかな。何人かの中から何番目ってことで、うん、いきましょう。え、待って、緊張した。さあ、じゃあ目の前にありますんでね、うん、確認してください。はい、うん、ノット斉藤京子。はい。ノット斉藤京子って言うんだね、これ。そういうゲームなんだ。これは何、みんなやってんの。みんなでやってんの、楽屋とかで。いや、だって全部やり慣れてる感じで。ノット斉藤京子。加藤氏、そうやって言うのね。いや、斉藤京子だって時は斉藤京子って言うわけね。イエス斉藤京子。イエス斉藤、はい、普段やからやってるわけじゃなくて、あ、今日初めて。今日初めて、はい、これ当たんないな。ノット斉藤京子、言い方が面白いんだよ。さあ、どうぞ。ん、ん、結構ガッツリ触る。ノット斉藤京子。ちょっと迷ったね。はい、すごい似てた。すごい似てました。なんか似てた。難しかったです、今のは。何のかな、行きましょうかね。うわ、あ、そう、行きましょうか、うん、さあ目の前に、うん、うん、ノット斉藤京子。早い。触った瞬間か、触る前から言ってたよ。いや、触る前ってことはないでしょ。触る前から言ってた、今。いや、あんのかな。すごいね、でもね、迷いがないよ。したいな、こっちも。うん、さあさあ、どうぞ。ん、ん、いや、ノット斉藤京子。間違えてんじゃねえかよ。絶対当てなきゃダメだろう。こんだけケツ触ってきて。違うんです。なんで間違えた。ちょっと迷ったね、でも。当たるかなと思ったけど。いや、結構この信頼関係があったんですよ。絶対当ててよねっていう。うん、なんか本当に今泣きそうです。いや、だってでも結構、うん、迷ってたね。
あの、イエス、イエス斉藤京子の感じもあったのか、辛いよな。ちょっと俺前出ます。ちょっとすみません、カズシ前出ます。な、カズシな。当てたかったんだよ、いつも仲いいしな。でもカトシな、本気でやったわけだろ。な、お前は手抜いてやったわけじゃないんだよ。本気でな、イエス斉藤京子に挑戦した気持ち、それ大事にしようでしょ。いや、分かる、気持ち分かるよ。ただのシリアでゲームだよ。ひよりちゃんに勝てるよっていう人いる？あ、はい、お、カトシ勝てるって。私もあんまり負けたことない。ユミスは、はい、じゃあ1期生対2期生の代表の戦いだよ。そうだ、いい、私で大丈夫。いいよいいよいいよ、行こう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 、はい、ということで、ユミスマ対決は1期生代表加藤と2期生代表浜岸の頂上決戦へ突入。最初はつっ入れちゃってんね。ユミスマさん、おー、強いよ、強い、指すまに、面白いぞ、これはどっちだ、もう決まるか、決まるか、次決めなかったら危ないんじゃない、決まるか、うん、実力は拮抗、次の一本を取った方が勝者に、果たしてどうだ、うん、指すまれ、やばい、ピーチ、ピーチ、ピーチ、初めて負けるか、負けてください、指すまに、でけえなリアクション、待って待って、次決めますね、指すま ダメじゃん、負けたじゃん、これは悔しい、負けたよ、どこかな、範囲は、ちょっと、みんなみんな関係ない、足りなかったかな、ちょっといいですね、ちょっと大きい、あ、重い、ピーラー、これ誰んだ、はい、重い、あ、カトシの、はい、どれどれ、いろいろ、でも普段持ってる、結構重い、あー、なるほどね、なになに、丸ごと、丸ごと、これが丸ごと入ってんの、丸ごと入ってるってどういうことよ、うん、ちょっとこれ持ってきましょうか、あ、ほんと、わかりました、ええ、ちょっとこれスタジオ物件ですね、そうですね、やっぱ本人にいろいろ聞かないとわかんない、これ持ってきますね、多いよね、荷物ね、カトシ、大きくないバッグ、仕事、これ持ってきます、あ、そうか、持ってきた、ね、人気なの、これなんかキャラクター、キャラクター、それは加藤志保さんの生誕祭っていうのがあって、お誕生日の時に、その時のバッジをいただいたのでつけました、すごい尊敬してんだね、先輩としてね、はい、加藤志保、なんかのことがやっぱり好きなのかな、うん、さっき言ったその加藤志の、加藤志のチラシ、二十歳もよろしく、これカトシ、これそうです、2018、だけど、どう、尊敬してんだよ、だから、ありがとう、そうね、こちら行きましょうか、重い、はい、重いな、これ誰なんだっけ、これは、はい、カトです、カトシの、はい、カトシ、ちょっとこれ多くない、なんかいつもお仕事だと量が多くなっちゃうので、うん、つい最近大きいリュックを買いました、あ、これってこと、大きくしたのね、はい、なるほどね、え、でも変なものないと思うんだ、うん、大丈夫、まあ、ビニールが多いな本当に量がおかしいんだよ、何の量よこれ、またか、もしかしてパンか、トクサ、何なの、何でトクサ、トクサ持ち歩いちゃってんの、なんかバナナ最近ハマってて、うん、朝スーパー行ったんでそのまま持ってきました朝買ってきトクサ、トクサ、はい、食べかけの、あ、何入ってんの、え、嘘、何で入ってんのえ、さっき佐々木久美とドーナツパーティーをしてたんですよ、リラックス、収録前に、収録前にそう、リラックスしすぎだろあとね、はい、その中にこれね、あ、リファです、うん、これ高い、結構するやつでしょ、はい、あ、美顔のやつね、お値段ね、うん、これ何、顔にやるとちっちゃくなるの、顔、はい、なんかこれが顔用で、これがなんか全身用なんですけど、みんなだからやるんだね、はい、こういう努力がなんかいろいろあるね、こういう美容系の、
どうした？どうしたんだ？何これ？あ、これはビガ、なんかついてる電源。ついてる。消えました。電気がもったいないってこと？もったいないです。これ何なの？これ何？それはなんか漢字ケーキさんが美顔器よくこれを使ってて憧れて真似して購入しました。これいくらぐらいするもんなのこういうのって？まだお金払ってないんですけど。え、何、どういうこと？なんかスタッフさん経由で購入してなかったので。生々しい話だろ。こういうのも高いの結構物が。はい、確か1万2万ぐらいしました。あ、じゃあ結構すごいお金かけてやってんだね。うん、はい。うん、でもどうなの、効果は分かる？分かる。昔と全然、ここの骨格が全然違うね。あ、骨格が変わっちゃうの？恐ろしいじゃん。効果あんのこれ。骨削れちゃってんじゃん。でも本当に写真写りが全然違くて、もう本当に比べ物にならないぐらい可愛くなってて。そうなの、やっぱりデブでした、シンプルに最初。はい、これのおかげなの？そうですね、いろいろ努力してるの。渡辺尊敬してんだもんな、加藤氏のこと。はい、やっぱ効果出てんのかな、これの今。なんでお前が出てるって言うやつだよ。本当にすごいんですよ。なんか一度地方にいた時にホテルの部屋が一緒だったんですけど、もうずっと なんかもう1時間以上コロ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 ずっとコロ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 って、顔取れちゃうんじゃないのかなって。いじっちゃってんじゃないかお前。どっちなんだよ、尊敬してんのか。めちゃめちゃいじってたの今カトシな。そうなんですよ。カトシもね、はい、我慢強く見えないよ一見。え、でも敏感なんですけど、はい、でも痛みには強いです。あ、痛みに強いんだ。なんか美容院とかでヘッドマッサージよくしてもらうんですけど、ゴリゴリの人にゴリゴリやってもらっても大丈夫です。ゴリゴリの人にゴリゴリやるんですよ。最後は加藤が挑戦。カトシ、あの本当に声出したら終わっちゃうからね。わかりました。気をつけてね。助けろよ。カトシちょっと顔がおかしくなってるぞ。はい、顔がちょっと上向いちゃって変な顔になってたから。落ち着こう一回。じゃあ自分で落ち着く、なんかあるのか。キクちゃんなんか言って。キクちゃんなんか言ってあげて、落ち着くために。ふわふわ、ありがとう。うん、なんだ今の。怖かった。ふわふわっていう呪文が聞こえてきましたけど。ふわふわありがとうだ。それでは行きましょう、よーいスタート。お、あ、いけた、結構いけるぞ。いけるじゃん、結構いけるか。ちょっと顔が、ハイキックが入りそうになりましたね。あぶ、ダメだよ先生攻撃した。あー痛かった。さあということで、カトシの記録は6秒ということで、合計23秒ということになりました。残るお寿司は10貫。続いては加藤が挑戦。カトシ、運いいの？あ、めっちゃいいです。ちっちゃい頃たくさん鳥の糞が頭に落ちてきて、めちゃめちゃ運悪いな。めちゃ運いいです。それで運いいっていう文法になる？幾多の鳥の運を味方につけた加藤、確率は1/2。カトシ行ってきます。早い。さあ思い切っていったカトシはいろんなことから生還しています。セーフ。いや本当にトップバッター渡辺を含むこちらの4人で一気に決着をつけちゃいます。この中で1人だけですよ。よし、持とうか。同時に行ってくださいね。はい、それでは行きましょう。行っちゃってください。誰だ、1人だけだぞこの中で生き残れるのは。さあ皆さん前を向いてください、しっかり。カトシ、カトシは明らかに、え、カトシセーフ？え、どうだ、カトシがセーフか。さあ